こんにちは、アンナスです。今日はビールの刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では絵を描いていきます。いつものように丸を描きます。だいたい100円玉ぐらいですね。で、この中に、長方形なんですけど、ただの長方形よりちょっと台形、下がちょっと広がってる感じにする方がちょっとおしゃれというか、こういうありますよね、カップで。持ち手はちょっと長方形に近い感じにして、あんまりこう丸くしないで、多分ビールのガラスの持ち手ってなんかこうちょっと四角いっぽい感じになってますよね。で、少し内側、2ミリぐらい内側にもう一個線を描いて、で、ビールの泡がだいたい、まあ3分の1か、まあちょっと真ん中よりちょっと上ぐらいの感じのところに線を描いて、まあこれでビールにしてもいいんですけど、ちょっとまあ現実ではありえないぐらい泡をこうぶわっと乗せるんですね。なので泡を描いたらちょっと消して、上の部分ちょっと下がこうふにゃふにゃさせる。で、向かって左側にちょっとこぼれてる感じにしたいんで、あんまり右の方には泡はもうちょっとだけにしておいて、こういう感じで、じゃあ図案を写していきます。はい、では図案を写していきます。チャコペーパーはめくると中にインクがついているので、インクの方を下にします。で、上に図案を乗せて、トレーサーとかボールペンでもいいんですけど、先の細いので力を入れてなぞります。あ、全然ちょっと見えるかな。これで枠をはめていきます。金具をちょっと締めたりして調整して、太鼓みたいにピンと張った状態を保って刺繍していきます。はい、では、ビールの泡の部分から刺していきます。で、全部サテンステッチで刺すんですけど、最初は玉留めをしないので、ちっちゃい波縫いを入れて玉留めの代わりのものを作ります。で、ギリギリで留めて一つ前の穴に刺します。これで絡まって止まっているので、出てるところをハサミで切ります。で、縦にサテンステッチをしていこうと思うんですけど、刺繍糸はまっすぐにしかならないので、端から塗り絵みたいにはできないんですね。なので、どこかに基準を1本入れておいて、で、右でも左でもいいので半分ずつ埋めていきます。で、今日は布が色が濃いので、濃い色の布に白い糸で刺す場合はかなり下の色が透けやすくなってしまうので、いつもの倍ぐらいの気分で埋めていきます。なんかかなりぎゅうぎゅうに埋めていきます。それでも裏の布の色が透ける場合は、上からまたさらに重ねてどんどん持っていってください。これで半分できたら、ビューンとさっきのところに戻って、また続きを刺していきます。はい、では、上の泡ができたので、今度下の泡の部分も刺していきます。今度は端っこが直線になっているので、端から順番に刺していきます。
で下は線の通りに刺すんですけど、このサテンステッチが入っているところは同じ穴に刺すようにします。これでまたずっと埋めていきます。はい、では泡の部分ができたので裏に絡めます。これで絡めると糸が絡まって止まるので、もう切っても大丈夫です。で、今度は黄色に持ち替えて、続きをやるときは裏に2回ほど絡めると、これで絡まっているので、また同じように縦に端っこから順番にサテンステッチをしていきます。はい、では、このガラスのところはアウトラインステッチでやっていこうと思います。もう裏に絡めてあるので、まず一目作ります。で、少し先に出して最初のステッチの半分ぐらいのところに、刺すんですけど、このステッチの下に針を入れます。糸を割っちゃいけないんですね。糸を割らないで糸の下に入れます。で、今向かって右に刺してるんですけど、一回右って決めたらずっと右に刺していきます。これを右とか左とか好きな方向にランダムに刺さないで、ずっと右だけを刺していきます。で、最後は同じ穴から出して半分重ねるだけのステッチを入れて、ステッチを落ち着かせます。で、一旦これで下まで行って終わらせてから、今度は横向きにアウトラインステッチを入れていきます。で、この時にさっきは右に入れたんですけど、これまた改めて別のステッチになるので、別のアウトラインってことになるんで、別に上でも下でもどっちでもいいです。どっちか一方方向を決めて今下に刺したので、また続きはずっと下に重ねていきます。では持ち手もアウトラインステッチでやっていきます。この外側やって内側やっていきます。カーブのところはちょっと細かく刺していきます。ではできたので裏に絡めます。これで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。